やばくない？なんか知らんけど勝手にめっちゃ綺麗な感じになった。しかもこれ今日朝9時ぐらいからずっと1回も直してへんとこれやからな、やばいよな。1回も直してないねんで、やばくない？え、綺麗だよね。そうだよね。嬉しい。なんで実家なん？え？実家にいるのに理由なんてありますか？ いやいや。なんでよ。実家よ。外に出てないから。いや、今日外に出てましたよ。今日は。それこそまたちょっとね、プラメン呼んでくれてる人は分かると思うんですけど、またちょっとふるさと応援大使でさせていただいてるので、なんかそう、それでまたちょっと皆さんに、もし観音寺に来た時にっていうので、ちょっとね今日もまた何個か所か行ってきて、そう行ってきたので。全然今日も全然外にいましたよ、朝から。今日は昼寝はしました、しました。爆睡してましたね、眠すぎて。あ、香川で仕事はありませんよ、プライベートですよ、完全にプライベートです。シンプルに暇だから香川に帰ってきただけですね。仕事がないので香川を買ってきました。 まあね、イベントね。いや、わかる。私見るとうどんが食べたくなる。あ、ほんまに？ありがとうございます。ありがとうございます。今そうなのにちょっとだけ配信がね。まあ実家ですからね。 実家におる時ぐらい、まあちょっとゆっくりしたいなみたいな。 せっかくね、もう今回はこうやって年越し仕事がなかったので、いつもだったら歌番組出させていただけるんですけど、今回出させていただけなかったので出れなかったので、まあ帰らせてもらって、そっからね、ありがたいことにスパン短くもう一回こう仕事がなくて暇すぎて帰れる方んで帰らせてもらったんですけど、めちゃくちゃね、まあそんなね、今まで2年に1回帰るか帰らないかぐらいだったので、まあ実家におる時ぐらいはね、ちょっと配信短くても許していただけたら嬉しいなっていうふうに思います。すいませんね、ごめんなさいね、私の都合で申し訳ないですけども、せっかく今まで2年に1回ぐらいしか会えない家族とこうね会えてるので、まあでも東京にいる時は1時間半ぐらい喋ってたんでね、まあそれで許してもらって。 いや、友達とかとは会ってないね。結構そうだね、なんかいろんなと、いろん、その、なんだっけ、なんだっけな、そう、ふるさと応援大使の、まあ、なんか宣伝込めて、まあ、なんかいろんなとこ行けたらいいなと思って、ちょっとこう、行ったりとかもしてたんでね。そう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 。したりとかしてたりとかしてて、まあでも親戚の家に行ったりとかはちょっとしたんですけど、まあ、意外にもね、結構ね、長い、今回こんなに長く滞在できて、でめっちゃ久しぶりなんですよ。もうコロナの時ぐらいかな、だからもうほんと何年前、3年前とかもっとかな、4年前ぐらいかぶりだったから、なんか結構あるなーとかって思ったんですけど、
思ったんですけど、意外にもなんかさ、あそこに、あ、ちょっと宣伝にあそこに行ったり、あ、行ってみようとかさ、こうしたりとかしてると意外にね、あの一日がね結構早く経って、でもかといってじゃあめっちゃ何そのなんか12時ぐらいから行動してたんかって言ったら全然朝から行動してるから、だってゆりな6時や7時に起きてるからね、そっから準備してもう9時過ぎぐらいにはもう行動してるから、なんか別にね時間そのなんかね昼から行動とかではないのに、なんか意外に時が経つのが早くて、一日がね結構早くて、そうなんか意外に結構滞在できるなと思ったんですけど、意外にやることというか、まあなんかせっかく帰ってきてるんだったらみたいな感じで、まあせっかくねふるさと応援大使させていただいてるので、名ばかりの大使っていうよりかはね、まあ観音寺市は狭いんでね、その、 あの行けるとこはね行ったりとかもねしたりとかしてたんですけど、結構ね時間経つの早くて、なんかもうちょっとゆっくりしたかったなとかって思うんですけど、でもちょっと焼けた気がする、なんか自分気のせいかな、ちょっと若干自分黒くなったかなっていう気がする、気のせいかな。お散歩売ってたの、ういーすごい、画面では分かんないよね、画面では分かんないよね、なんかこう見たらちょっと黒くなった気がするねんな、気のせいかな。一緒に盛り上げたいな、だって、嬉しい、ありがとう。嬉しいな。あ、画面だよ。なんかね、ここのね、なんかね、これね、白飛びしてるんですよ。白いんじゃなくて、白飛びしてて。なんか電気の位置的に、あと白い服着てて、めっちゃね、もうすごい白飛びしてて、ぶっちゃけこうやってやるとほら、わかる？すごい白飛びしてるの。そう、だから白そうには見えそうやな、普通に。そう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 、エビジュイありがとう。そう、でもなんかすごいね、自分がまあなんかこんな自分でもね、すごい、あの私が一回インスタのストーリーにね、まあ、おばあちゃんが あの焼き餅をめっちゃ送ってくれて、それをストーリーに投稿したわけですよ。なんかそしたらすごい反響があったらしくて、すごいそこの焼き餅の人がめっちゃ売れたみたいな、そうなんかすごい注文がいっぱい来て、そう一人様何個まででお願いしますみたいな風にもなるぐらいめちゃくちゃ売れたらしくてね、なんか、どうしたのって言ったら、なんか仰天ゆりなちゃんっていう子がなんか乗せてみたいならしい、ああいうのをおばあちゃんから聞いて、なんか我ながらすごく嬉しかったですね。なんかこんな私でもお役に立てて嬉しいですみたいな。でもあの私よく看板も載せるんですけど、看板もね、あのすごくめちゃくちゃその注文みたいなのは本当にその私が結構、まあ、言わせていただくようになって、今までもめちゃくちゃ買ってたんよ、その舞台の差し入れとか、私いつも看板出してて買ってたんですけど、まあ表だってさ言ってなかったわけ。それはなんでかって言ったら、自分が観音寺市出身っていうのをあの隠してたからね、ずっと隠してたから、まあ表だって言わなくなったけども、もう観音寺市の、まあ、ふるさと応援大使になっちゃったからバレるからっていうので、まあその観音寺まんじゅうをあのまあよくね、その差し入れとかしてましたとか、いろんなとこでねこう結構宣伝とかすると、
そう、結構その売れ行きもよろしくなったらしくて、そう、すごくね、嬉しかったですね。あ、日持ちはあんまりしないですね。かんまんも、焼き餅はもっとしないです。もっと短いですね。まあでも賞味期限ね、ちょっと過ぎたぐらい全然大丈夫ですよ。そのなんか賞味期限までじゃないと食べれんとかっていう人は無理かもしれないですけど、でも賞味なんでね、結局。消費じゃないんで。まあ消費でも1日や2日全然余裕ですけど。うん。わかんない。その辺神経質な人はちょっと無理かもしれないですけど、私は別に全然気にしない人ですね。賞味なんで。賞味なんで。だって結局身なんで。身なんで全然余裕ですよ。何も過ぎても美味しいから。そうそうそう。え、その金も割と買ってますって。うぃ、嬉しい、ありがとう。何買うか迷う、うん、確かに迷うよね。いや、そんなパサパサならないですよ。え、美味しかった？わあ、嬉しい。やったー。加賀という文字を見るとつい買ってしまうので、嬉しいな。骨付き鳥も食べたい。骨付き鳥はマジで店行って食べてほしいわ。マジでマジで。すいません、あくびが止まらなくて。ああ、そうですね。カフェね。うんうん。横にね、あるんですけど。そうなんですよ。本店の方ですね。きっと。うん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 。駅の近くにもあるんですけど、ま、ちょっとあれ、商店街の方に本店がありますので。まあもし観音寺でなんかイベントが開催されてってなったら、ぜひ遊びに来てほしいな。観音寺市の高松かで、結構高松はマジでと1時間ぐらいかかるんじゃないかな、電車やけん。うん、ちょっと遠いんですよ、高松は都会なんでね。そう、そうなんですよ。まあなんかイベントがあった時はぜひ来てくださいね。皆さんすごい来たい来たいって言ってくださってるので、なんかイベントがこうあればね、絶対来てくれると信じていますんで、お待ちしております。家からバイクで4時間ぐらいで近いと思った。あ、うん、バイクで4時間で近い。うーん、うーん。そうね。香川に行く方法めっちゃググってるだって。嬉しい。でも、まあ、飛行機やったら、普通に空港から、そうやな、空港、うん。新幹線ないんでね、岡山までしかないから小豆島行きたいって。うん、いいね。エンジェルロード、エンジェルロード。そうめんとかオリーブとか。早めの告知がないと厳しいかも。まあね、そうだよね。まあでもこればっかりはユリナに言われても困るな。早めの告知はもう、それはもう全てのことにおいて、まあ自分らは発表なるまで発信できませんので、劇場公演にしかり、イベントにしかり。
あ、フェリーね、確かに。あ、オリーブポテチ、そういえば前箱買いしたね。まあよかった。ちょっとね、まだね、今日行った場所とかは実はあげられてないんだけど、すんませんね。まああげますんで、気長に待ってください。気長に待ってください。お願いします。今日肉美味しかった、めっちゃ。香川の風景って本当に癒される。え、わかる。マジで。全部ぺちゃんこやから。なんか東京みたいに、なんかゴミなんだ、ごちゃごちゃしてない？なんか高いし、全部が。全部基本平べったい、あ、高松はちゃうで。でも基本平べったいけんさ。そう。本当に、あ、でもね、ぶっちゃけね、まあよく言えばそうやけど、まあ悪く言えば景色は変わらんな。大体一緒やな。大体一緒、大体一緒です。大体一緒やねんけど、でもなんかのどかな感じが好きな人はいいかも。なんか東京ってさ、結構やっぱ人がどこにも多いし、建物の高いものに囲まれてるから、まあ、とあの東京でも東京の外れた方に行けば、私仕事で東京の本当に外れた、23区じゃないとこに行ったら、全然ね、ぶっちゃけね、自分が住んでるとこと変わらなかったですけど、でもなんかそういうとこに住んでんねんやったらいいねんけど、例えば新宿に住んでますとか渋谷に住んでますみたいな人やったらね、なんかちょっと圧迫感感じるかもしれんけど、でもなんか関東でもほら、千葉とか埼玉とかさ、神奈川とかに行けばさ、まあ、あ、もう変わらん、ユリナの住んでるとこと変わらへんから、そういうとこに行くのはおすすめかも。東京の人たちはさすがに香川までは来られへんやろ、遠すぎやけん。だったらそういうとこに行けば、私の見てる景色と変わらないです。別にディスってるわけじゃないですよ。変わらないから、リフレッシュにいいよって言ってるだけやで。遠いからな、香川まで来るのはな。やけん、そう、リフレッシュにちょっと外れたとこに行くのがいいよ言うてるだけやで。そう。あ、砂絵みたいな。おお、ぜひぜひ見て。なんかな、夜は夜でな、ライトアップされてるけどな、まあ夜じゃなくてもな、いい感じ。私はいつも写真撮るために、明るい時にしか行かへんけど。ああ、結城友奈は勇者であるみたいなやつか。いや。高松は？高松知らん。あんまり関係ない、高松。全然遠いんやもん、観音寺と高松って。いかん。でもなんかめっちゃ都会って感じ。なんか、高いなーって感じ。東京でどこが似たんやろな。なんか東京のそこそこの都会ぐらいじゃない？いや、ちょっとあんま高松あんまりいかんから分からへん、遠すぎて。このカット版はね、このカット版はね、シンプルにね、なんだ、波動をやった時に、ここにさ、携帯のタブレットつけてるじゃないですか。で、これが、どんどん前に行ってきちゃって、こうやって私左に振るんですよ。で、そのタブレットが多分当たっちゃって、なんか皮膚がね、皮がむげちゃって、こう皮膚が丸裸になっちゃってたんですよ、ここが。で、それに、かさぶたがやっとできて、で、
かさぶたができてたんですけど、こうかさぶたができるとこうさ端っこがちょっとこう引っかかるようになるじゃないですか。で洗い物してたら皮がペロンむけてしまって、でまた皮膚があらわになっちゃって、そうえぐれてるっていうか、その皮がむけたから皮膚があらわになっちゃってるんですね今ここ。そうだからそれで今ちょっとカトマン張ってるんですよ。そうそうそう、だから別に手怪我したとかっていうわけではないです、シンプルに、うん、今ちょっとかさぶた取れて皮膚が丸出しっていうだけ。うん、そうカットバンっていうな、絆創膏とは言わんな、バンドエイドとも言わん。うん、そうそうそう。まあでもな、ありがとう。あのでもかさぶた、かさぶた剥がれて、かさぶた剥がれてってやるといつの間にか皮膚になっとるけん、まあ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 ええでしょう言って。バンドエイドっていうとこもあるんやで。そうカットバン、バンソーコ、バンドエイドっていうとこ、なんかなんだっけな、なんかあの方言のやつで見た。そう、え、でもバンドエイドって言うねんマジで。どこの県かは知らんけど、ほんまに言うところは言うで、あの何県か知らんで。でもいいな、カット版それ以外は言いません。え、香川だよ、画用紙の言い方も違うよね、だって。うん、自分画用紙やで。画用紙やで、色画用紙とかやろ、画用紙やで。それ以外なんて言うんやろ、え、わからん、なんて言うんやろな、わからん。自分らのおばあちゃん世代だったらなんか言うんかもしらんけど、自分は使わんな。九州の人はリバテープだよ、だって。えー、わからんわ、セロハンテープ貼ってしまいそう。なんか用紙やんの。確かに方言はな、海外の人からしたら難しいよな。確かにそうやんな、わかるわかる。標準語しかわからんもんな、むずいよな。うん、いうのも海外のなんかいろんな国も絶対方言ってあるやん、なまっとったりするやんか。やけんさ、難しいんやろうなって思う。だってなんか結構教科書で習う英語ってほんまにあんま使わんらしいな、ネイティブの人たちって。そうらしいけんさ、なんか結局さな、やっぱネイティブの人たちと喋ってするのが一番いいらしいわ。韓国の試合がずっと大阪住んでて標準語がわからんって悩んどった。あ、それはそうですよ。関西弁にめっちゃなりそうやな。独特やけんな。確かに確かに。アメリカと、あ、アメリカ英語とイギリス英語でだいぶ違うよな。なんか、イギリス英語の方が、なんか日本人にはわかりやすいらしい。結構、うん、日本人がよく言うカタカナ英語に、ちょっと近いらしいよ。日本人の耳はイギリス英語の方が聞き取りやすいって、聞き取りやすいし、なんか発音しやすいみたいなのをなんかのニュースで やっとった。まあ人それぞれやと思うんやけど、なんかあのそうらしいで、なんかニュースで言うとったで。うん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 、サンダルのことをジョンで、誰、人の名前かと思ってしまう。ヌート様にも聞いてみたい、ヌートバーさんに聞いてみたいね。
スクくんの、特有のやつは分からんな。なんやろな。なんやろな。いや、なんかこれだけか、こう、だけ言うん。だって四国でも全く方言違うけんな。高知なんて言ったらもう全然違うで、方言。全然違うけんな。愛媛はちょっと近かったりとかもするかもしれんけど、高知は全くもう全然ちゃうけんな、喋んでる言葉が。ほんまに同じ四国やと思わんぐらい。そう。けどなんやな。そうなんよな。そうな、むずいよな。そんな感じで、じゃあちょっとね、今日はこの辺で終了にさせてもらおうかなっていうふうに思いました。ありがとうございました。よし、じゃあランキング読むよ。13位秋彦さん、12位しんどさん、11位ワッフルさん、10位タカさん、9位マニアさん、8位ナッティさん、7位オカヤンさん、6位 GGWIN1004 さん、5位ヤングさん、4位サーマサさん、3位ハル太郎さん、2位スカイシーさん、そして今日の第1位はメトロポリスさんです。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。というわけで、こんな感じでね、ちょっと今日はなんか方言、なんで今日は方言の話になったのか全然覚えてないですけど、なんか方言の話になりましたね。見てくださって本当にありがとうございました。というわけで、明日のまた夜の配信でお会いしましょう。それじゃあ、バイバーイ。